はい、始まりました。グッドバイブス。キズタクさんが、はい、お待ちしておりました。ありがとうございます。ちょうど1分前に。そうですね。今日はですね、9月7日火曜日、時刻は5時を回りました。こんばんは。こんばんは。石田クリーニング。ありがとうございます。石田クリーニング広報課の宮谷と申します。テルリンです。皆さんチャットお願いします。そうですね。チャットでいろいろと盛り上がっていこうかなと思っております。この15分間、濃密な15分間にしていけたらなと思っておりますが、あれなんですよ。うん、もう9月入ってるんですよ。入ってますよ。ね、怖いな。9月入って2回目になってます。9月入って2回目のグッドバイブス。はい。はい。グッドバイブススタート。始まりました。改めまして皆様、こんばんは。こんばんは。はい。9月7日、はい、第8回目のグッドバイブスのスタートでございます。早いですね、8回目ですね。そうですよ。週2回配信してますよね、グッドバイブス。はい、そうなんです。この番組はですね、グッドバイブスって言って、まあ日本語での意味はいい感じだねとかっていう、うん、そういう意味なんですけども、急遽こう、うん、ね、8月の中旬ぐらいから始まったんですかね。そうですね。はい、それでもう8回。8回ということでね。うん、始まりました。で、まあ、この番組は何かと言いますとですね、あの我々普段ですね、あの昼休み広報課とか毎週月曜日のライブ配信のエブリマンデーとかですね、いろいろやってるんですけども、お気づきの方もいらっしゃるかもしれません。で、初めての方もいるかもしれないんですけども、映像がありません。そうなんです、はい、ラジオみたいでしょ。はい、音だけでちょっとお届けするという YouTube とちょっとね対決をしていこうかなと思っておりますが、あ、パパ、サラルナ聞いてるよって。 ありがとうございます。あ、娘さんからね。はいはい、ありがとうございます。キズタクさんも怖いな、嫌だなって、なんだろう、キズタクも聞いてるよって。本当ですね、はい、ありがとう。すごい、宮谷さんファンが、ファンというかファミリーですね。もうキズタクさんも入れちゃう、はい、ね。でこの番組はですね、そういったあのリスナーの皆さんと一緒になって一つのテーマについて話し合おうぜっていうことなんですけども、今日のテーマがですね、はい、今日のテーマはこちらでございます。ちょっと変わるよ。はい、運動。はい、ということでね、運動でございました。はい、今ですね、はい、ちょっと僕も分かりやすい振りを入れてたんですけど。はい、ということで今日は運動ということで、そうですね、テーマについて話し合っていけたらなと思うんですけども、うん、秋はね、小川さん、そうなんですよ、秋は運動のシーズンなんですけども、食欲の秋だからね、もうそのまま食に任せると太ってしまうので、はい、そうなんですよ、うん、太っていきますからね、運動も必要かなっていう。そうそうそう、運動で、小川さん何か運動されたりします？私ね、全くしません。あ、運動嫌い。え？嫌いなんよ。でも高校の時何部でしたっけ？卓球部でしょ、うん、動けるんですよ。いや、動けないよ。動けないけど、運動ってこれ書いた通り運を動かすって言ってすごくね、いいんだって。あ、なんかそれ初めて聞きました、運を動かす、なんか素敵な言葉ですね、うん、そう、だからちょっと運を動かすためにも運動っていうのはいいらしい。あ、体を動かすことで自分の中の運を動かしてるんだと。そうそう、うん、適度な、やっぱり面白い。小川さん運動音痴そうって、キズタクさんが。でも卓球部ですからね。あ、ね、キズタクさん意外に私運動神経いいよ。案外ね、何でもね、やりこなすタイプなんですよ。あ、でも、ある程度はできるんだけど、すごく上手っていうまでにはいかないの。あ、いかないのって言われても、いかないのも言われても、うん、言われてもわからないですけど、うん、でもあれでしょうね、こう、だから何でもそつなくこなせるって感じなんですかね。そうなん、意外にね、はい、宮谷さんは運動神経良さそうやけど。はい、僕多分いいと思います。あ、はい、非常にいいかもしれないですね。ちょっとやってみる？バスケットでも。バスケットはね、苦手なんですよ、うん、あの、ワンオンワンで。かっこいい言葉知ってますね。ワンオンワン、バスケットでワンオンワン、なんか容赦しなさそうやね。いやいや、僕ボールとか、なんかルールをいちいち、このオリンピックで、うん、東京オリンピック2020で、うん、バスケット、女子バスケットも銀メダル輝いたじゃないですか、うん、で、僕の今日もね、コメントいただいてる奥さんもですね、うん、あの高校時代、まあ小中高かな、うん、ずっとバスケやってて、
でも僕ルール知らないですけど、うん、バスケのあのスピーディーな展開は、うん、僕あの高校の頃サッカーとハンドボールやってたんで、うん、ハンドボールがちょっと似てるんですよ、ドリブルとかも、うん、でなんかトラベリングとかもあったりして、あるね。そうで、うん、ルールとかがわからないからいろいろ聞いたりしてて、うん、でこれチームファールとかって言ってるけどこれどうなるのとか、うんうん、あのこのシュートを打ったけどこれファール、あ体に当たったらこれファールちゃうんとかっていろいろ聞いていろいろ教えてもらって、うん、あじゃあ運動には興味があるんだね。そうですね。なんでもスポーツ観戦が好きだからね。あスポーツ観戦も好きですし、フットサルとかサッカーとか野球とか、うん、テニスとかもやってましたし、うんうん、でもうすごい好きです。やっぱね体を動かすと気持ちいいよね、汗かくとね。で遅ればせながら僕、うん、一昨年去年かな、うん、去年の冬ぐらいに、あ違う去年の4月ぐらいか、うん、に初めてゴルフをやったんですよ。ちょうどそれが取材で、うん、テレビの取材で行ったこう、うん、某あのゴルフ場に行ったら、うん、初心者のコースやクラスやってるから来てみんっていうことで、うんうん、行ってみてやったらちょっと面白くて、うん、でもそこからハマるってことはなかったんですけど、うん、あるあの有名企業の社長さんが言ってたんですけど、うん、その時も取材で行ってて、うん、ゴルフの打ちっぱなしの撮影行ってたんですよ、うんうん、でその時に、うん、で宮谷君もやってごらんよって言って、で僕やったことないんですって言ったけど、うん、こうやって、ね、握り方とか教えてもらって、うん、ボールをポンって打ったらどうだ前飛んだろうみたいな、うん、でそれで夢中でやるよったら、うん、よう分かったかと、うん、これで要は若い人もおじいちゃんまでこれゴルフまでやってるんだと、あそうそうそう、そうみんながのめり込む理由が分かるって言われて、あ確かにそうですねってっていうのでお話をねさせてもらったことがあったんですけども、キズタクさんがいいこと書いとるよ多分ね。私はまだ読んでないですけど、うん、今宮谷さんが、いや全然いいことではないかもしれない。人間って生きてる間に心臓の動く回数って決まっているらしいので、運動すると寿命縮めてるって考え方してるので太ってますっていうなんか太っとる理由をなんか探してる、なんかすっげー言い訳がましい、うん、なんか太ってる理由をなんか、まあ面白おかしくグッドバランスをさ、多分木津拓さんが言いたいのは、運動したら寿命縮めるけど俺は縮めてないぞと、うんうんうん、だから動いてないぞ、そうそう、僕は太っとってもみんなより長生きするんだって意気込みが現れてますけど、一番ね、うん、そういうのは病気になりやすいかもしれない、うん、そうそう木津拓さん、あのね人のね命っていうのはね長さじゃないのよ、太さないよちょっとそうかそうなんかなと思ったら太さか、太く短く、まあ、短くてもいいんやけどより濃くね、あ確かにね、まあ、でも木津拓さんより濃くね生きてると思いますよ、うん、もう芸人というね濃いと思う、うん、大変な道に入ってますけれど、そうですね、うん、まあね、でもみんなでもそれが太ってる理由とは関係ないですからね多分それはね、そうですね、木津拓さん一緒にね、あなんかダンスとかやらないかな、あ木津拓さん確かにダンスみたいな、うん、一緒に午後の小川さんでね、うん、木津拓さんが先生で、はい、私が生徒でちょっとやりたいなっていう、サラルナちゃんは聞いてるんかな、サラルナちゃんは何が好きかな、そう、ね、運動どんな運動かなと思ったら、昨日ねちょうど運動といえば運動会なんですけど、うんうん、夜にね子供たちが運動会で踊る曲をね、うん、披露してくれてたんです、うん、でサラ一番上の6歳のクラスはですね鬼滅の刃のあの、うん、あやっぱりあの歌ですよ、グレンゲ、グレンゲ、うん、グレンゲやってます？ゲレンゲ？ゲレンゲじゃない。それ広瀬香美。違う。季節違う。はい、うん。グレンゲかな。うん、あれ踊ってました。うん、でやっぱシャキンとかやってました。でかっこいいね。一つ下の5歳のルナちゃんは、うん、忍たま乱太郎の勇気 100%、うん、あーそうさ100%で踊ってましたよ、いいね、で披露してもらって、まあ、当然僕らも見に行けないから踊ってもらったけど、やっぱりね記憶力がいいんかな、うん、子供たちって一回踊ると大体覚えてるんでしょうね、すごいなと思います。小さい時からそういうねあのダンスとかよくねあさみちゃんがやってるじゃん、はい、炭酸体操みたいな、炭酸体操ね、はい、炭酸ダンスやったっけね、炭酸体操多分ね、うん、初めての炭酸ね、うん、あんなんとかね、はい、あさみちゃんがあの子供たちとやってるから、あそうあさみちゃん急に出てきたけどあさみちゃんっていうのはあのルナちゃんとサラちゃんのお母さんよね、あそうですよ、まあ、うん、僕の奥さんですね、はい、サラが聞いてるよって、はい、それなんで僕の奥さんをちょっとこう遠回しに言おうとしたんですよ、別にいいですよ僕あの、いや私常にあさみちゃんって言ってるから ね、うん、もう友達感覚で、そうですね、ルナちゃんとかからはおばさんって言われてますからね、うん、いやあの小川さんが僕が多分小川さんって言うでしょ、うん、やったらなんか今日あの特にあの仕事来た時に今日小川さんおるみたいな、うん、やったらおばさんおる、ルナちゃんはおばさんって言うんですよ、うん、いやおばさんじゃないよって、まあ、小川さんだよって、いやおばさんでいいよもう訂正するのやめよ、はい、で、うん、プロデューサーのことはずっとおじさんって言ってるんですよおじさんおる、今日もおじさんおるんかなって、おじさんじゃない、おじさんおるんかなとか言って、うん、
いやおるんじゃないとか言って、うん、はい、いつでも来いよって言ってますよ。キスタクさんがマラソンってどうですかって。マラソンね、うん、人生はマラソンだっていう例える人いるじゃないですか、うん、でも僕マラソン走ったことないからわからないんですよ。いや私ね走った時あるんよ。え、試してみたんよ、はい、あのちょっとまあ痩せようかなと思って走ってみたんよ、はい、そしたらね昨日走れなかった距離が今日走れたりするんよ。だんだん距離が伸びていくんよ。それが嬉しくって。へー、最高何キロまでいけるんですか。最高、まあ、1キロぐらい。ちょっと待ってくれよマラソンとは程遠いじゃねえかよ。そうで途中でやめたい。もうね体が1キロで途中で1日目何百メートルしか走ってないってことでしょそうやばない。いやでもそれがちょっとずつ走れるようになって嬉しくなる。 あ、でも今日はちょっと待って、説得力がないよ。1キロでちょっと1キロでそれが10キロとかってすごいっすねってなるけど、1キロなんでしょ、うん、そう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 、1000メートルでしょそうそうそう、でも1000メートルもしんどいよ。トベの陸上競技場があれ400メートルあるんですよ。うん、まあでも考えたらね、しんどいやろ、うん、2週半ぐらいか、うん、それでもしんどいやん。しんどい。やけんあの目標を決めるんよ。今日はあそこまで行こうとかっていう、はい、それで行けた、もうちょっと行けるかなと思って行くわけよ。なるほど。それがなんかやっぱ嬉しかった。あ、だから、ね、でもなんか前聞いた時なんかあるなんか街を歩いたりそのウォーキングとかランニングしてたけど、うん、帰りに居酒屋行っちゃうっていう話は聞きましたけど。そうそうそう、マラソンは一人でしよったからそういうことは してなかったんですよ、はい、でもね体がね硬くなってね、女ってねしなやかさが大事じゃん。知らない硬くなるからねやめようと思ってやめた。あ、硬くなるんですかやっぱり体が。硬くなる、カッチカチになるよ。私筋肉体質なんでこう見えても、はい、まあ脂肪が筋肉が脂肪になったんで、うん、今度また脂肪が筋肉になっていったら困るやん。いや困るよはせんすよ体重も重たくなるし、締まるんじゃないですかシュッとこう。そう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 、やけど有酸素運動がいいかなっていうふうには思ってるんですよ、うん、だからマラソンはな。でももうなんか趣味でね走ってる人多いけどどうなんでしょうね。キズタクさんとかって、うん、その走ったことあるんかな、マラソンとかしたことあるんかな。もうキズタクさん農業でもう運動したらいいんじゃないかな。ああ、そういう運動の仕方ね、うん、だからその家でもね簡単にできる、うん、運動の方法が結構あるんですよ、うん、腹筋とかいろいろ。あ、そうそうそう、インスタであるじゃないですか、こうなんか音楽に乗りながらこう、うん、きついんですけど、うん、でもやっぱ毎日続けないかんのですよねあれ。でもなんか筋肉も休ませないかんっていうなんかよくわからないルールがあるじゃないですか、うん、そう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 。だからねあんまり走りすぎない方がいいよっていう風にスポーツインストラクターの人に言われたんよ。だからそこからマラソンをするのをやめたんですよ。でね、あの整体とかも行きよった時あったんやけど、整体とかも体はみんな曲がってるからって言われて、整体行くのももうやめようと思ってやめたん結局続けてないし、そう、もう三日坊主の話ばっかでしたね。でもね何かのきっかけって人からの話やったり、その第三者からの意見が重要なのかもしれないと思って、自分の気づきって。あ、なるほどね、うん、はい。まあでもあのいかんせん運を動かすっていう今日素敵な言葉聞きましたんで、うん、そんなね僕たちの今週の大仕事がありまして、うん、運を動かす大きな会があります、うん、でそれのちょっとね撮影に携わらせてもらうんですけども、うん、まあ、我々もね、うん、あれですよ、若くはない、うん、そうですね、はい、けどまあ気持ちだけはフレッシュにね。そうですね、撮影していこうかなと思って、お茶の数が半端なかったですもんね今見たら。そうですね熱中症にならないようにね頑張って撮影したいなとは思いますけども、ね、あ、キズタクさんがマラソンは好きじゃないです、うん、だから太ってます。どうしたんでしょうね今日ちょっとおセンチなんでしょうか、うん、ちょっとおセンチキズキ君が入ってるかもしれないですね、うん、そうですね、うん、まあ、そういう時もありますね。なんかあの爆笑トークをお願いしますとかっていうね、あの言っとけばよかった。多分ね芸人さんからしたらすごいあれ嫌なんでしょうね爆、うん、ね、うん、面白い話してよって言われたらちょっと困りません？確かに。あ、でも自分でハードル上げたりする。すっごい自分では面白い話で、め、聞いてくれるって言って、めっちゃ面白い話があるんやけどって言って、でオチがなかったりしてね。あ、それ聞きたいな。小川さんのそのオチがない面白い話聞きたいんですけども、うん、9月7日木曜日のグッドバイブスシャープ8は以上でございます、残念ですけど。またね小川さんの滑らない話は次回以降ということで。そう、サラルナちゃん聞いてね。はい、これ聞き続けてたらもしかしたらそういった面白い話があるんじゃないかなとは思いますが、今週もねあの雨がねちょっと僕たちはちょっといやでもねちょっと耐えてほしいなっていうところもあるので、うん、明日がねちょっとねお天気が崩れるようなことを言ってましたけど、もうてるてる棒作りましょう。うん、作りましょう、はい、うん、なので僕たちもね天気持ってほしいなと思うんですけども、
ね、携わる人たち全員の健康と無事を祈って僕たちも、ね、そうですね、私たちも気持ちだけはフレッシュに10代で走り回っていきたいなと思いますので、しっかりご飯食べてよく寝ましょう。そうですね、うん、ということで9月7日木曜日石田クリーニングのグッドバイブスいかがだったでしょうか。今日のテーマは運動ということで、皆様いろいろとご意見ありがとうございました。また明日からもねやりますので、ぜひお聞きください。以上、石田クリーニング広報課宮谷とテルリンでした。バイバイ。バイバイ。